はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ、今回もね、フォーエバースカイズ、実況プレイやっていきたいと思います。ですね、前回ね、こんな感じで収納ボックスをね、うまくね、まとめることができました。すっきりしましたよね。はい、ということでね、まだまだね、行くところはあるということなんですが、今回もね、最終的にはね、このハテナの方にね、向かいたいと思うんですけども、まあ、その前にね、ちょっといろいろとやりながらということで、早速ね、やっていきたいと思います。さてですよ。でね、今ね、このね、グリーンハウスに来てるんだよね。うん、そう。ちょっとね、ガラスがここたくさん手に入るから、ガラスのね、素材を拾ったりなんやかんやと、物資の補給をね、しがてら。あ、そうだ、ここってさ、ロブスターでしたっけ？あれ、いるのかな、また。ちょっと見に行きましょうかね。そう。あれを見に行って、で、その後ですね、移動するんだけども、そうだな、エンジンのアップグレードぐらいやってもいいなって感じですかね。よし、ちょっと準備するか。OK、それじゃあね、まずこの上行きましょうかね。アイテムをね、拾いがてらで行きましょう。そして、そうですね、あれですよ、エビがね、いるか。あ、声する、いるわ。楽しみだ。よっしゃ、その前にね、いろいろ拾っていきたいと思います。そうだよね、ここってさ、ポリマーとさ、あれですね、オイルが手に入るとこでしたよね。うん。拾ってこ。あ、また来た。ペイントツール。あら、初めてですね。ペイントなんて要素があるんだ。さあ、来ましたよ。声がしてるな。どこだったっけな。ここか？いや、怖っ。お邪魔しまーす。ん？見た感じ、ここにはいないな。オッケー。で、この上かな？この、あ、なんかここっぽくない？どこで音がしてる？あれ？近いぞ。お邪魔します。いや、いないよね。隣か？気になるか、先にやっちゃうか。うわ、怖っ。いや、やっぱこっちから見ていこう。まあ、別に何か噛まれても別にいいんすけどね。よし、クリアリング OK。こっちから回っていくか。なんか上から聞こえるような音なんだけど、音の定義がおかしい。おー、ビト、そこか。そこにいたわ。びっくりした。そこに隠れてた。ここ。今真ん中の。おら！え？ワンパン？ワンパンだったか？君、もう、絶命したかい？ああ、ここにいた。でもまだ恋するんだけど。まだいるってこと？この辺りで音しない？この下で。あそこか。いたわ。これでしたね。ふー、やったー。2匹捕まえた。ちょっといっぱいになっちゃったな。一回持って帰るか。あ、何これ。え、これなんか某さ、別のほら、洗い物をするゲームにいたキャラ似てますね。ねえ、パワーウォッシュなんとかでね。うん。ふう、ちょっと一旦荷物がね、たくさんあるから帰ってきた。これをさ、やってみたかったんだよね。これできるよね。来た。やっぱ来たね。おーし、よし。で、スモール、ネガティブ、アシッドだから。よし、できましたね。OK。
OK。これ何ができるんだろう、これで。特には出てないな。まあいいや。これね、またコレクションとして貯めておきましょうか。いいですね。どんどん溜まってきた。よし、ちょっと荷物が多くなっちゃったから、一旦整理して、また取りに行きましょうか。さあ、拾ってきたね。これ、この、この置物か。なんだこれ。何も特にあれなのかな。意味がないのかな。置いてみるか。ああ、単なる飾りですね。うん。インテリアということで。よし。じゃあ、移動しよう。あ、そうだな。アップグレードしようかな。先に素材見てからにするか。確かコスト高かったよね。とりあえず、今できることとしてっていう話とか、まあ先に、なんだろうな、エンジンから行こうかな。ですね。アップグレードエンジン。これよく見るとさ、リデュースウェイトだから、これ重量も軽くなるんだね。ははー、いいっすね。確かに、これ25キロでしょ？ノーマルのエンジンどうだったっけ？ノーマルのエンジンは、35だから10キロ軽くなるのか。めっちゃいいじゃん。ですね。ポリマーとトランスフォーマーとエンジン。トランスフォーマーね、一応作っといたんだよね。そんなこともあろうかと。ポリマー。ポリマーは、ポリマー作るしかないかな。ポリマーは、とりあえずある分だけ使うか。で、エンジンがいるって書いてあるから、これを多分取り外さなきゃいけないよね。試しにまずちょっと1個だけやってみよう。Maximum flight speed reduced. うん。で、これ持ってる状態って、どうなる？ややこしいね、画面がね。これでいいか？あ、いけますね。よし、これいっちゃうか。体感できるスピードかどうかって話もあるけど。ただ上限100だからな。これでもね、やってて思うんだけど、あんまりにもですね、早すぎるのも、こういうね、着陸するとき結構シビアな判定っていうか、やりにくいんだよね、早すぎて。移動はね、早くなっていいと、もちろんいいと思うんだけど。よし、できましたね。見た目をちょっと比べてみようか。でっか！めちゃでかいじゃん！何これ？すごいすごい。いかにもアップグレードされたって感じ。これちょっとでかいとさ、ここに3つ並べるの限界かも。おわー、めっちゃかっこよくない？これ。パワーアップですね。あー、こうなるとさ、ちょっとここに置くと、視界が狭くなっちゃうね。さすがに。ですね。横につけるか？それか後ろに回そうかな。ちょっとエンジン置く場所変えなきゃいけないな、これ。ややこしくなっちゃった。うん。ここね、前に置いてあるとね、飛んでる時にさ、ここでね、シューって青い光が出てかっこよかったんだけど、こんなにでかいとさ、これ仮にここに並べたら、多分、視界が狭くなるよね。この画面の左側がね。ここに来るからね。圧迫感があるよね。まあ、ベタだけど、後ろにやるか、エンジン。ここ、後ろをさ、そうだな。ここの後ろに集約しちゃうか。で、こっからパッと行けるみたいなね。まあ、そもそもね、これ船をもう少し大きくしてもいいって話、ちっちゃい話なんだけどね。久しぶりにやりましょうか。シンセティックとメタルね、了解。これあれだな、ちょっと作業する上でさ、ちょっとこれもうちょい足場のいい感じでやるか。ちょっと前出して。今ね、エンジンのね、ガソリン抜いてるから、動かないわ。ちょっと待て。ガソリン、これで入れてみるか、試しに。あ、すごい、タンクも2つになってる。そりゃそうだよね。おらい。これぐらいかな。もうちょい前出すか。はいはいはい。警告音はちょっと無視してくださーい。よし。OK。で、ここに、キャットこうだよね。ここにつけてさ、とりあえずね、どんな感じにしようかな。あの大きさ的に、多分2列ぐらいあった方がいいよね。こうだね。
いやー、なんなら3列でもいいか。ちょっと試しに置いてみよう、まずは。あ、いいっすね。こんな感じか。これなら、これなら、これギリ4台置けないかな。4台置いたかなんかちょうどいいかに。ここに置いてみよう、まずは。ほい。おー、でっか。よし、これで行くか。嵐来ちゃったな。ちょっとね、エンジンの準備しちゃいます。これね、キャットウォーク1マスに1個は無理だね。これ4つ並べておけないわ。しょうがないから、本当はね、4つ並べておくとかっこいいかなと思ったんだけど、幅がどうかな？もう1個幅広げるか、もしくは、2つここにやるか。これでもかっこいいな、ここもな。とりあえず。とりあえずここにするか、2個は。ああ、いいね。こういう感じか。いや、どうしようかな。でも将来的にさ、多分ここ、部屋つけるしな。おとなしくキャットウォークを、普通に、もう1マスずつ広げるか。これ、そして思ったんだけどさ、ここ、奥行き2マスだと、引っかかっちゃうね。あーはー、奥行き3マスだな、こりゃ。そうですね。もうちょい場所広げるか、おとなしく。結局、この横幅まで来ちゃったね。なんならこれ全部繋げてもいいですね、こうやってね。回り込めるように。なら、もうここまで来てるから。重さ大丈夫かな？まだ大丈夫か。これ、繋がるかな？よしよし、繋がった。繋がりましたね。オッケー。そうなるとさ、この角のところ気になるな。これ置いても面白いけど、それか普通にルームを置くか。ここね、この角ね。これ気になるんだよな。これやってみるか。ガラスの素材が重たいけど、試しにちょっと置いてみよう。あ、これ、なんだ、こんな小さいんだ。ほら、こう見るとさ、この、一マス分、これちょっともったいないな。これやるんだったら、別の方がいいな。考え方的にはなんか、ここと、ここみたいなね。こっち向き？二マス使って、隣り合わせでやった方が多分、見栄えはいいね。こういう角を埋めるっていうよりも。ですね。これもったいないね。こういう置き方ね。OK。じゃあまあ、これはまあ、また別にしよう。なら、もう、なんか中途半端だから、もう普通にこれ部屋で埋めちゃうか、ここ。ですね。そうすればさ、まあ、ここ広くなるよね。で、ついでにもやっちゃうか。床を張って、先に床張った方がいいよね。よしよしよし。結果的に広くなった。で、ここをですね、ここをドアにするか。いや、あ、まあそうですね、ドアにしないと。だよね、ドアにしないと、出入りできないから。で、開けとけばいいよね。で、もう、横はガラスの壁張っちゃおう。よし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 。ですね、ですね、ですね。こうだね。そうなってくるとさ、ちょっと一旦気持ち悪いから、これを移動します。いいね、いいね、いいね。で、これもおかしいから、これか。このプリンター、これを入らないかな。あー、厳しいね。ちょっと厳しいね。なら、ですね。ちょっと待ってくださいね。一旦、こうして、これを変えよう。このアップグレード版のやつをここに置いて、そうですね。これでスッキリするね。
OK。からの、プリンターを、ここに置いて、あ、いいね、いいね、いいね。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。あ、いいっすね。いいっすね。こっち側ね、この右側は何かこう作る作業的なやつ。で、これだけちょっとな、種類が違うんだけどさ、毛色の違うものなんだけど、まあ、ここだな。うん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 。ですね。ここめっちゃスッキリした。まあ、ここはゆくゆく何か置くことにしよう。よし、で、肝心のエンジン置かなきゃいけないから、エンジン、あ、ちょっと待って、その前に、やばいやばい、腹と、これね、あるある、こういうね、なんかね、作業系やってるとね、飲み食いを忘れて、飲み食いを忘れてみたいな風になっちゃう。よし、OK、行きましょうかね。4つだからさ、ちょっとバランスよく置きたいな。Maximum flight speed increased. よっしゃー、できましたね。めっちゃ迫力あるわ。いいね。よし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 。で、ここにエンジンにね、ガソリンをちょっとじゃあ入れていきますか。よし。もうね、なんかついでになんですけど、これもね、3つだったから、もう4つにしちゃおう。ついでだ。Maximum flight altitude increased. よーっしゃー。ちょっとね、離れたとこから見てみたいな。どんな感じかな。お、バランスいいね。左右対称になっちゃったな。ほら。タービンをさ、左右に2個ずつつけて、で、後ろにね、アップグレードされたエンジンを4つつけたという風ですね。おー。ちょっと今回は間に合わなかったけど、このタービンもね、アップグレードしたいよね。いいっすね。こっち側のキャットウォークも気持ち悪いからやっちゃおうかな。いや、こっち側はいいか。こっち側はいいな。ここはね、あえてこうしておくか。いいっすね。よし。じゃあ、早速、お披露目でいきましょうか。このパワーね。どうですかね。いきましょうかね。まず4つにしたことによって、高度が今、いくつになったんだ、結局。300?300 だね、今。300までいけるようになった。からの、さあ、そのスピード、見せてくれ。あ、めっちゃ速いわ。あ、100だ。99だから、100だね。ってことはもうこれが限界だ、100だ、今。おー、すごいすごいすごい。やば、速い、めっちゃ速いわ。100でも超えるときあるな。やば、めっちゃ速い。おー、見てください、これ。100超えてる。これ、あれだな、エンジンのさ、この、なんていうの?ビーンってなってるやつが、どういう風かちょっと見たいからさ、一個だけちょっと、今だけね、こう前に置いてみよう。どういう感じなんだろう、この、ここに置いてみよう。よし。よし、行きまーす。あ、一緒か。一緒ですね。っていうか、え?元のエンジンのエフェクトよりも逆にちょっと弱い気もするけどな。あー、ライトの場所が遥か下に見えますね。早っ。いや、移動めっちゃ早いわ。あ、これ最高だ。うん。ね。いいっすね。やば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 。あ、で、これがもう、アテナのとこだね。よーっしゃー。ハテナのとこに来ましたね。ちょっとじゃあこれを元通りにして、まあ、今回ここまでにしましょうかね。はい、というわけでございましたね。今回はね、エンジンをついにアップグレードして4機搭載してね、めっちゃ速くなったわ。ついでにタービンもつけたし、まあなんならさらについでに部屋もね、ちょっと少しだけ広くなってね、形がこんな風になりましたね。はい。うん。まあ見た目はね、まあそんなあれなんだけど、いいっすね、やはりね。うん。で、まあこれで100キロ出てるから、もうこれ以上つける意味はないかなって感じ。わかんないですけどね。はい。ということでございます。で、今ですね、
まだ来てないハテナの場所に来たので、ここですね。はい。なので、次回ですね、ここのね、探索の続きいきましょうかね。あ、あとさ、なんかペイントがどうのっていうのなんか来てたんだよな、そういえば。まあ、それもまた、そうですね。まだでもできないのかな？パッと見た感じ何もないっすね。ですかね。まあ、これもまたおいおい見ていきましょうよ。ですね。よーし。じゃあ、あとはタービンのアップグレードをやってって感じかな。はいはいはい。ですね。あ、あとそうだ。ヘリウムもね、実はね、裏で拾ってきたので、まあ、もう一個増やしてもいいし、って感じですかね。今、重量は、1140だから、まあ、まだ余裕があるんだけどもね。はい。いやー、新しいものが手に入るとね、どんどんやれることが増えていくっていう、これ、たまらないですね。楽しいですね。うん、いいね。あはは、よしよしよし。船らしくなってきたわ。はい。というわけでございましてね、今回ここまでとなります。じゃあね、また次の動画で。お会いしましょう。